岐阜市にある人気の美容室。経験豊富な美容師を数多く揃え、お客の支持を集めています。そして人気の理由は他にもあります。それがこのシャワーヘッド。サロンで、使うようになってもう半年近くになるんですけども、髪とか頭皮が綺麗になるのが、こう触った感じとかお客様が乾かされるところがすごくよくわかるんです。使っているのはボリーナという名の商品。美容室の他にもホテルや温浴施設など全国のおよそ100カ所に設置されています。ボリーナはもちろん一般向けにも販売しています。2012年に販売を開始、美容に気を使う人たちを中心にこれまでにおよそ9万本も売り上げた大ヒット商品です。人口およそ7000人の岐阜県山形市美山地区、日本の水洗バルブ発祥の地と言われていて、そのシェアは全国一を誇ります。この町にボリーナを開発した田中金属製作所があります。1965年の創業で従業員数23名、長年にわたり下請けとして主に水道部品を作ってきました。メーカーさんが消えたりしてます。会社を率いるのは社長の田中和弘さん47歳。あんまり見せたくないけど見せますね。これ6個の穴が。人気の秘密を明かそうとボリーナを分解し始めました。これが心臓部ですね。中にこれが入って、下請けで培ってきた水道部品を作る技術を生かしたこの部品。よく見ると6つの穴が斜めに削られています。穴に角度がついているため水がぐるぐると回りぶつかり合うことで細かい泡が発生するのです。このマイクロナノバブルと呼ばれる1万分の1ミリの極めて小さな泡が毛穴に入り込んで汚れを取るのだといいます。さらにボリーナの凄さはそれだけではありません。こちらが、一般的な節水ができてないし、こちらがマイクロバブルシャワーのマイクロナノバブルシャワーのボリーナですね。うちの今一応使用品です。でこちらにアヒルちゃんが浮いてますので見やすくなってます。でこれをボタンを押しますとちょっと水が出てどのように水量が違うかというのが分かります。2つのシャワーヘッドには同じ水圧のポンプを使ってそれぞれ水を送ります。それでは実験スタート。水の勢いはほとんど変わりません。しかし使った水の量はボリーナの方がおよそ半分も少なかったのです。ボリーナのこの部品は穴が小さいため水が通る量が少なくなり節水につながります。ところが穴に角度がついているため水が回って勢いを増すのです。一般的な4人家族で試算すると年間2万円以上の水道代の節約が期待できるといいます。2005年に父親から社長の座を継いだ田中さん。しかし2008年のリーマンショックで売り上げが最盛期の10分の1に。そこからボリーナの大ヒットまでにはどんな成功への分岐点があったのでしょうか。ターニングポイント。私どものお客さんの会社が、自主廃業されてというのが大きな、一つの悪くなった理由だと思いますね。外注仕事だけでやっててもダメやと、世に自分どこの名前で商品を出したいというような意思もあったし、そのうちはものづくりの会社であって、製造というカテゴリーがあって、その中でうちはシャワーヘッドでミックスジェットという技術を用いて、そこから発展してマイクロナノバブルになったと。でやはり悪い時っていろんなことをやろうと思うんですね。いい話が来ると乗ってみようかって。でやっぱりいろんな話が来る中でいろいろやってきましたけど、
やっぱり本業とか自分のところの持った技術を突き進めていくというのが一番近道だったかもしれませんね。こうして生まれたボリーナでしたが、価格設定の高さから最初はなかなか売れませんでした。売り場を訪ねると、実演販売をする田中さんの姿がありました。水奥まで入れ込んで保湿作用が 8% アップ、で髪の毛なんかでも表面の裏きれいに抜いてるし、まとまりやすくなる。そしてありがとうございます。お買い上げ。やっぱりこういう体験と、やっぱり売る方のトークですよね。上手に進められる、やっぱりそれが決め手じゃないかな。商品が並んでたとしても、お客さんというのはやはりその商品、どんな商品なのかわからないと思うんですよ。ただ何百種類のうちの 1個でしかないですから、で僕らはやっぱりその商品をどういう商品なのっていうことをお客さんにやっぱ伝えていく必要があるんですね。まして、有名な会社でもないですから、市場でやはりどうのこうのっていう議論も大事なんですけど、やはり現場へ降りて、現場で実際自分でやって、現場の店員さんとも話をしながら、この商品をみんなに気に入ってもらうことがね、一番早い商品をヒットさせる秘訣かなと。ボリーナの発売からおよそ1年、初めて行った実演販売で集客力が低い店舗にもかかわらず、わずか2日間で30本も完売。これをきっかけに様々な店舗で実演販売の機会を得られるようになり、大ヒットにつながったのです。再び田中金属製作所、ボリーナの梱包作業が行われていました。送り先はアメリカ。実はすでに海外6カ国で販売。田中さんはこんな夢を抱いています。まあ、今ですとサウジアラビアの話とかも来てますし、やっぱり水が少ない国、水が大事にする国というのは非常に日本に比べるとたくさんあると思うんです。で、私たちの経営理念の中に最後に地球社会への貢献という言葉があるんですけど、それはやはり私たちがやっている水、節水という部分をキーワードにして、地球に貢献できたらなと。中小の部品メーカーは技術力が高くてもお客様との接点がありません。ですから自社の強みを発揮し、オリジナル商品を開発することはなかなか難しいのが現状です。ご覧いただいた田中社長は、逆境に直面する中で水道部品の精密加工という自社の強みを生かして、自社商品となるシャワーヘッドを開発しました。そして人任せにすることなく、勇気を振り絞って自ら売り場に出向いて実演販売したことで、ヒット商品に育て上げることに成功しました。環境の変化に適応しつつ、原点に回帰する発想、そして強い信念で自ら運命を切り開いたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。